はい、チャオ、かめゆかです。今日はですね、10月14日、金曜日からのですね、日本株を中心にした相場感ですね、短期の、それから経済と金融とビジネスの動きですね、こちらの方を見ていきたいなと思っております。今日ですね、いよいよ今夜、13日、米国日付でですね、CPI ですね、消費者物価指数が発表されます。まあ、皆さんね、やきもきしてると思いますし、どっちに行くんだと。 ね、まさにそういった形で、えー、皆さんね、えー、考えていると思います。まあ、FF10 と言いますかファイナルファンタジー10で、えー、考えると今この瞬間がですねユーナレスカを目の前にした T だとーユーナという形になるんじゃないかなと思います。そしてアーローがですね出てきていよいよ今決戦の時だと今決断どうするんだということをね迫られて、えー、ワッカがねここで逃げたら 俺が、俺を許せないって言ってね。えー、まさにその瞬間が今この荒野なんじゃないかなと思っていますね。えー、まぁ、あ、ね、こファイナルファンタジーってのね、まあ前半戦の一番の山場なんじゃないかなと思いますね。まあそんな形でですよ。お今ですね、まさに、えー、ここで買うのか、いや、この CPI を持ってですね、いよいよ本格的な下落に入るので、えー、ここは買い控えて大底を狙っていくのか、そして、空売り、 が好きな人とかね、空カラで稼ぐことができる人は、ここはショートを入れようということで、え、今ね、え、のを用意をして、実弾を仕込んでいる人もいると思います。僕は相場歴24年になりますけども、この動画では何度も話している通り、カラりはしないんですよね。滅多にしないということになります。まあ、つなぎはたまに入れますけども、基本的には僕の場合は、買い専門と言いますかね、買いが得意だということになりますので、なので、え、まあ、こういった勝負ところって、え、まあ、見極めてですよ。 僕の場合は買いを入れるということになりますので、まあ前回の動画で話す通りですね、ここは僕は買いを入れたということになりますが、もちろんですね、えー、その戦略についてはより詳しく今日,今日も話していきたいと思いますけども、一点で全力買いをするってわけじゃなくて、ここからですね、11月に向けて、この10月のですね、一杯を まあ分割をして、時間をずらしながら、そして資金を分割しながら買っていくということになります。まあ細かいですね、戦略については今日、今夜ですね、さらに皆さんにお伝えしていきたいとは思っておりますのでよろしくお願いします。ただもちろん株式投資は自己責任ですし、あえてですよ、あえてこの CPI が発表される前日と言います。 と言いますかね、その前に皆さんにシェアしてるってことだけは、まあ、ご理解いただきたいなと思っております。本来であればですよ、それほど皆さんにね、えー、外れてるとか曲がってるとか言われたくなければ、CPI が発表し終わった後にですよお、僕の戦略とかを伝えた方が、そのリスクが低減されますよね。ただそれだと、YouTuber としても、あとね、えー、こういった形で投資家として皆さんにお伝えする中でも、面白くないと。 エキサイティングじゃないということですよね。なので、僕の場合は別にね、外れようが当,当たろうが、別にサロンを持ってるわけでもね、えー、投資家向けのなんか商材をね、皆さんにお勧めするわけじゃないので、あくまで空いた時間にね、僕の、まあ、まあ、人生の 一貫としてね、えー、このような形で、えー、動画をお伝えしてますので、まあ今日もね、えー、あえて、あえてですよ、その前日といいますか、その前に皆さんにね、動画としてシェアしているということになります。で、今日はね、えー、日経平均、早速本題に移りたいんですけども、123円安ということで、まあ4日続落ですか、えー、まあ順調に CPI を前にしてね、下がっているということになります。ただね、えー、このチャートを見てもらうと分かる通り、2万6000円をまだ下回っていないので、 まあ前回安いに、ね、近づきつつありますが、まあ、CPI 待ちという形で、ね、消費者物価指数を待って、果たしてどっちに動くかということで、かなり相場はですね、えー、まあこ疑心暗鬼になっているという形なんじゃないかなと思っています。で僕はね、えー、このところですね、えー、この3つの指数が重なったこのところでですね、利確をして、この後下がりますよということをこちらの動画でですね、お伝えをしました。 で、実際にですね、えー、まあ順調に下がってきています。もちろん、現金ポジションが非常に高いですので、今はですね、えー、まあ総額4億円近く、今、現金ポジションとしてありますし、えー、その3倍の10億円近くの信用取引のですね、余力があります。まあ、当然ですよ、ずっと眠らせておくわけにはいかないですし、それはそれでですよ、資金の回転率が、飲食店を経営をする人とかね、 経営をしてるさとは分かる通り下がってしまいますよねそうなると今期の利益が、えー、ひたすら低いということになってしまいますもちろん、えー、先読みをしてですよお2023年僕は、えー、4番族だったりとか5番族だったりとか場合によってはリーマンショック並みのですよ。大きな下落があるとは思っているんですけども一旦の反発はどっかであるだろうと年内ですね考えていますそれがこの瞬間でこの一点じゃないですよ この瞬間なんじゃないかなということで、このゾーンとして、えー、買っていきたいと、そのような形で考えているということになりますね。だから2万6000に近づいてきていますので、えー、僕の場合はですね、ここで、えー、11月にかけて買っていくということになりますね。で、今夜はですね、えーまあ、CPI の発表があるということで、まあ、かなり皆さんね、硬直をしてるっていう、まあね、えー、形になってるんじゃないかなと思いますが、まあ逆に楽しみではありますよね。んどっちに行くのかなと。 僕もね、あえて緊張感を持たせるために、えー、この動画を始めているところもありますけども、まあ、外れたら外れたでね、えー、それはそれで、えー、大きく。 下落をしていけばですよ。まあそこはそこでまたチャンスが広がるというだけになりますしえ、僕の場合はまだね、信用取引一切やっていないので、さらに下がって、本当のですね、リーマン初級の急落、暴落があれば、それはそれでえ初めて信用取引を出動させるということになるんじゃないかなと思っております。で、詳しいですね、チャートを使った僕の戦略についてはまた後半で、えー、述べていきたいと思いますが、まあ、今ですね、えー、この動きというのは、 リーマンショック的な流れになっていますよね。これもまあ前にお伝えしたとは思うんですが、これがリーマンショックの動きになります。で、今がこの赤いですね、チャートの動きが、今回のですね、コーナショック後のチャートの動きになるんですけども、1番底2番底そして今3番底ですね、始まっていますよね。で、ここまでは正直当たったんですよね。この過去動画でね、こちらの動画を見てもらうと、 わかるんですけど、まあ、ビコラにこれも載せておきますが、えー、当たっています。で、ここからね、正直読めないんですよ。本当の話をするとですよ。えー、どっちにも行くんですよね。ここで、えー、23%から24%くらいかな、下落を持って、えー、終わったと。下落のトレンドはですよ。えー、再び上昇を目指すということであれば、ここで反発をしていきます。一方で、えー、まだまだ、えー、2023年、いよいよ、 お逆、業績相場が始まって、米国、欧州、もにリセッションが始まり、日本もそれに引きずられて、中国が回復しない中でですよ。お大きく、世界マーケットが崩れていくようなことがあれば、こっから、リーマンショックですね。ここはね、青いチャートは。4番底、そして5番底と向かっていくということになります。どっちに行く確率が高いかっていうのは、正直、ウクライナとロシアの停戦がいつ、 終わる、始まるかとかね、え、のもありますし、バイドの代わりにトランプが当選してしまうかもしれないとかですよ。えー、欧州危機が起こるようで起こらないとか。まあ、その辺の駆け引きが読めないのでね。え、今のところはもう、チャートに従って、そして世界経済をしっかりと俯瞰してみながら、その時その時で判断していくしかないんですよね。ただ、リーマンショックの時も、 一度は反発をしてるんですよ。まあ反発を繰り返しながらご満足に向かったっていうのが正しいんですけども、そう考えるとですよ。まあそろそろ慈愛的にですよ。おーおー一度反発があってもおかしくはないなと見てるということになります。このまま前回高値を切り上げて S&P とかね、ナスダックがもう一度新高値を更新するとは全く思っていないです。ここはね、分けて考えてもらいたいなと思っています。あくまである程度今回の CPI を持って えー、クリスマス商戦そしてバイデンの中間選挙というです、ね、2つのイベントがありますので自,自立反発をしそうだなとその自立反発を取りたいということが、まあ、正確な伝え方になりますつまり、えー、この自立反発をもってね、えー、僕の場合は回復を完全にするんではなくてまた来年に向けて地合いが悪くなって 今度は本当のリセッションであったりとかね、米国の欧州危機を迎えて、3、4番底、5番底っておく可能性が高いとは思っています。ただ、冒頭で話すと通りですね、じゃあここを待ってしまうと、あと1年何もしないのかということになってしまいますよね。それだと、リスクリワードといって、リスクに対するリターンがですね、ものすごく薄くなってしまいますよね。どっかで勝負に出ないといけない。それはもちろん皆さん、皆さんでの勝負の ポイントが違うと思いますよ。僕の場合は、ここで一旦自律反発を CPI の結果をもってするんじゃないかなと思っているんですよね。外れたら、まあもちろんごめんなさいですし、ええー、まあ外れてもいいように、外れても勝てるようになってはいるのでね。それはもちろん信用取引の残り余力、10億円近くあるとかですよ。そういうのも含めてですよ。えー、そこから、まあやっちゃいけないんですけども、まあ場合によっては銘柄によっては下がりきたところを、ええー、まあ、 ね、えー、他の口座で、まあ、2階建てとかしていく戦略になっていくと思いますからね、えーまあ、どっちに転んでも勝てるようにはなってはいるんですが、まあ、ここで一旦リん、ルス反発があってもおかしくはないかな、そしてリスクリターンを考えた場合ですよ、おこうやって買っておくのも、えー、手としては悪くはないと、僕個人的には考えたということになります。果たして皆さんはどううですすかとというここになりますねでこの 僕のですね、えーまあ、シナリオというのは、別に今思いつきでね、えー、君子表変で話しているわけじゃなくて、もう結構もう3ヶ月4ヶ月ぐらい前から実はそのシナリオで組んでいます。それが今のところ流れとして、シナリオとしては当たっていて、まあ、これもですね、2、えー、週間ぐらいの、1週間ぐらいの動画で話していますけども、えー、11月から上がりますと。じゃあ11月から上がるんだったらね、11月に買えばいいじゃないかと。まあ、なかなかね、多分株式投資っていうのはそうもいかないんですよね。11月に上がろう と思ったら、その一瞬の稲妻のきらめきっていうのはね、ひらめきというのは、だいたい10月に起こるものなんですよ。そこで、えー、リスクリターンっていうものは大きく変わってきますので、僕の経験上ですよ、あくまでね。えー、僕の場合は、えー、そういった買い方、専業に近いので、そのような形で考えた場合は、多少のリスクを負っても、10月下旬に向けて買っていくということになるので、これ、順張りの人がいると思うんですよ。見てるその中でね。 順張りの人は正直11月に買えばいいんじゃないかなと思ってます。このシナリオで行くんだったらですよ。もちろん皆さん、皆さんりのシナリオを持ってもらいたいですし、他のね、えー、5万という YouTuber さん、最近ね、えー、そういえばバッジャマ、また復活しましたね。えー、バッジャマの本当の、本当にバッジャマにな,なってますね、サムネイルもね。えー、まあ非常に、まあ、いい内容なんだと思いますし、まあ彼も彼でね、ここがターニングポイントと言いますか、会ったこと一切も、一つもないですけど、お <laughs> そらく、まあ、僕より年差なんだろうなっていう、あくまでね、えー、予測。 仮説をもとに話してますけど、僕より上だったら申し訳ないです。50歳とかね。まあ声を聞くかよりね。あとまあその、いろいろエンタメ的な内容をねえたた、たまに。 あのおまけでついてるですね。今、婚活してますとか。まあ、僕より年下だろうってことで話しますけどね。まあ、ターニングポイントなんじゃないですか。自立をしてね、いよいよ自分の本当の番組としてね、やっていくという中で非常にためになると思いますからね。えー、ぜひ皆さんね、えー、応援を込めて、えー、バッチャマの動画も見てもらいたいなとは思っています。いよいよじっちゃまから独立してバッチャマになったっていう。<laughs> いよいよね、えー、対じっちゃま戦が始まるこっから。<laughs> いや、面白いんじゃないですかね。そういうの大好きですけどね。 はい。ということで、まあ、11月からね。だから、順りの人は別に1月から、1一月から買えばいいんじゃないですかトレンドフォローでね。え僕の場合は、えー、逆張りで国会は行ってるということになるので、逆張りは逆張りのリスクもありますからね。デメリットとか。まあ、その辺を理解した上でね、えー、聞いてもらいたいですし、まあ、逆張りと順張りの違いみたいなこと分からない人は、まあ、ネットでね、Google で検索をすれば出てきますから、えー、そういうので調べて、えー、まあ、勉強するとか、 まあ今回ね、えー、その順張りと逆張りの違い、僕内の見解はですね、チャンネル登録者向けのコミュニティとこで、えー、まあ無料でね、文字情報としてじゃあお伝えしておきますので、まあそちらも合わせて見てもらいたいなと思いますね。こちらですね、あとそういった形で、まあうこういった文字情報でですね、毎日、まあ午前中までに、えー、僕の今感じていることとか、まあ世界のですね、日本で紹介されていないようなですね、ニュースなども速報としてお届けしています。こちらのチャンネル登録者向けのですね、も チャンネル、トロシア向けのコミュニティのところで、誰でも見れますので、こちらの方も合わせてみてください。順番に逆りの違いもですね、こちらにちょっとね、えー、空いた時間で、えー、上げておきたいと思いますので、まあ、見てください。ということで、まあ、それ以外のね、気になる金融とビジネスと経済のニュースを見ていきたいんですけども、えー、アルミですね、えー、こちらの、まあ、先物取引なのかな、まあ現物取引なのかな、えー、僕はアルミはちょっとお、守備範囲ではないんですけども、えー、米政権がですね、ロシア産アルミを完全金融を検討してるんじゃないかっていう、これリークですかね。 憶測で、えー、急進してるっていうことですね。えー、まあ伸びてるっていうことになります。まあ戦争の影響はね、こういうところに出てきそうですし、まあ何かしらの思惑とかね、まあリークっていうのは大体思惑がありますので、意図的に流してるとかね、それから敵対勢力があえてそれをね、流すとかっていうこともあります。まあそれは自民党とね、えー、敵対する他の政党もやりますよね。自民党が非常にいい攻撃されて、 えー、いろんな、ね、不祥事が出てる時に、あえて敵側の政党の情報が流れる時ありますよね。えー、そういう時は大体、互いにリークをし合ってるということになります。隠し玉を持ってるわけですよ、常にで。普段その武器は使わないんですよね。えー、やっぱり別に、ね、屋根やつの集まりじゃないですからね、政治家っていうのも。ただ、一旦攻撃され始めると、ああ、そういうことするんだったら、こっちもいろいろ隠し玉ありますよ、みたいな形で出してくると。こういう形で、お互いに、まあ、炎上し合って、えーまあ、双方、 疲れて打ち消し合うっていうのが自民党とかやってるやり方ですよね。あれもリークになりますけども、おそらく今回もなんかそういったリークがあったんじゃないかなと思いますから、まあ、真に受けるかどうかはね、別にして、まあ、こういったアルミの価格も急進してるっていうのが一つ情報としては面白いんじゃないかなと思います。それから日本のですね、えー、企業物価数が9.7%ってことで、前回9%ですか、えー、一気にここに来て上がり始めてますよね。なので、このあたりは、 今後ですよ。日本の経済活動、そして企業の業績に対してですね、大きなマイナスのインパクトを与える可能性があります。今のところ日本の決算、各企業非常にいいですので、僕はだから2023年に大きなリセッションによって株価が下がると、そして三、4番族、5番族ですねえ、冒頭で話すような、起こると思っているのはこういうところが世界のグローバルのマーケット、そして俯瞰して全体を見渡すと見えてくるっていうことになりますよね。この影響をおそらく今年はなくて、 2023年に、えー、大きく受けるんじゃないかなと。ここで逆業績相場が起こって株価は最終局面を迎えるんじゃないかなと見ています。これは僕のリーマンショックとかね、チャイナショック、IT バブルの崩壊とかを24年間の経験、株式投資のですね、中で、えー、培ってきたからそう感じてるということにもなりますね。まあ一度大きなね、えー、トレンドの転換が 始まると、まあ、そう簡単にはね、えー、自立反発が多少あったとしても、新高値を更新していくといはないので、まあ、僕のあくまで読みは、まあ、4年、5年は続くんじゃないかなと思っています。正直な話ですよ。リーマンショックの時は、まあ、日本株ね、あの時は震災もあったんですけども、まあ、実際にアベノミクスとしてね、もう一度前回のトレンド完全に逆転して上がっていくまでに、やっぱ4、5年かかりましたからね。 あの4、5年今でもね、えー、振り返るとよくしのげたなぁと。2回応酬を食らってますから、僕の場合ね。<laughs> あよくしのげたなと思いますあれこそまあ株式投資という修羅ですよね。まああの時一度ね、白髪になったんですけどね。当時だからいろんな人から銀さん銀さんって言われてましたね。あの修羅を乗り越えて今があるっていうことになりました。皆様でそういった修羅を乗り越えると、まあね、髪は白くなるかもしれないですけどね。えー、まあ強くなっていくと思いますよ。うん。それからね、えー、株、中長期の投資家が移縮をしているということで、まあ今ね、えー、まあ YouTube のね、株系の YouTuber さんも結構 ねえー、どんどん更新数が減っていますよね。よく自分こんなに更新してるなと逆に思いますけど、もうライフワークになっちゃったのでね、えー、今後は多少減っていくと思いますけどね、仕事が忙しくなってきてますので、えー、あと上場を目指すね、新事業がいよいよ始まりましたので、えー、ただ今のところね、えー、まあなんとかル,ルーティンワークの中でやっています。ただね、えー、やはりこう投資家そのものが減ってきているんじゃないかなというのは僕も感じてはいますね。 で、あとはね、えー、ちょっと銘柄の方もね、注目株見ていきたいんですけども、ニトリーですね、えー、年初来安値更新ということで、まあ円安がね、利益を押し下げていると。だからこれ円安の影響を受けてる、まあ代表格がね、ニトリーになっているんじゃないかなと思います。 で、ニトリ会長がね、ずーっと、まあ、ええー、まあ、B1K という形で、36期連続増収増益ってことをね、これまで続けてきたんですけども、まあ、それも難しいかもしれないということでね、ここで一旦止まる可能性があります。チャートの方もですね、非常に売り込まれていて、えー、もう前回のね、えー、高値から、えー、1年近くずーっと下落トレンドを続けています。一応ね、まあ、下値 c 1 0近くにあるんじゃないかなとは見えますけども、まあ、これも今夜の CPI 発表によって、米国日本 とににですよ上がるか下がるるかるかかかか下って,るっていうところはありますよねここで米国株が自律反発を始めて短期的な、えー、戻りですよねを始めれば、まあ、ニトリもね合わせて、えーまあ、この辺ぐらいまで上がっていく可能性はあるかもしれないですけども、まあ、今夜の CPI でね米国株が大きく崩れれば 今度はね、ここを下抜けていくということもあり得るんじゃないかなと思っております。まあ、こうなっての後ね、皆さんの方でね、いろいろ見てもらいたいなと思っております。で、冒頭の話に戻りまして、じゃあ僕の今後の戦略ですよね。僕は11月から12月、まあ、バイヤーによっては 1, 1月上旬ぐらいまで上がるんじゃないかなと見てるので、当然11月から買ったら遅いので、ええー、ここから CPI の結果をもって、これは崩れたとしてもっていうことになりますよ。ちなみにですよ、あの、CPI によって大きく反発をしても、 c p i によっても大きく崩れたとしても、ここから11月12月強いと見ているので、逆張り投資家として買っていくということになりますね。で、そういった形で考えると、まあ26000まで完全に割って、こういった形で崩れてはいないんですが、もうこれをゾーンとして考えているということになりますね。この付近で買っていこうかと。当然、 僕の場合は2万4千まで崩れた場合はあると思ってますので、この像の中で資金を分割をして買い挑んでいくってことになりますので、あとは皆さんには、まあ、皆さんなりにですね、えー、戦略を立てて、いろんな YouTuber さんですね、えー、まあバッチャーまでもいいと思いますよ。お聞いたりとかして、えー、シナリオをね、立ててもらいたいなと思っております。 まあ、CPI、楽しみですね。まあ、相当予想外な数値であったりとか、何か情報が出てきましたら、また文字情報で、チャンネル登録者向けにですね、皆さんに速報としてはお伝えしていきたいなと思っております。それでは今日は以上です。高速で GO!